横浜ベイスターズ、そのメンバーは、昨年ベイスターズを退団しメジャーに挑戦を表明した斉藤隆が監督として特別参戦。そして出場選手はベイスターズの聞き込み隊長石井拓郎、3年連続打率3割をキープした金城達彦、そしてベイスターズ一の飛ばし屋田村仁、チーム一のイケメン正捕手相川亮次、さらに昨年ベイスターズの A クラス入りに貢献した種田仁、門倉健、河村武雄、超一級のプレー級選手に今回もひらめきんチームは勝つことができるのか。試合の前に始球式、始球式を務める超大物ゲストは総合格闘家のバンダレイシューマン。えらいぽっちゃりしてるの。つまりがない。ぽっちゃりしたシューバーやね。もうただのジミーちゃんやないか。エズマウスピースのエズ。大丈夫。気づかないでしょシューバーは。シューバー全然似てない。あれ優しい。あ結構いい球ない。ああ。ひらめきんゴールド VS 横浜ベイスターズ、いよいよ試合開始。まず守備につくのはひらめきんチーム、センターはひらめきんチームの助っ人現役フットサル日本代表の稲葉浩太郎、そしてライトはなんと昭和の怪物江川卓、史上6人目の投手五冠王に輝いた号泣江川が17年ぶりにグラウンドに復活だ。しかしながら我がひらめきん、今日は運動能力の高いペナルティーが仕事で遅れているため若干不利。入るよ入るよ。先行は横浜ベイスターズ。これ打順にはなんかもちろんですよ、ちゃんと考えてる。もう足あの足速くて若いやつから順番に加えて。ああさすが監督斉藤の作戦はどう出るのか。先頭打者は金城。ピッチャーゴロも俊足を生かし出塁。本気で走ってない。本気やんもん。早すぎやろ。プロの意地にかけ本気ボードのベイスターズ、さらに佐々木のエラーが災いしひらめきん早くもピンチ。ベイスターズ満塁のチャンス。ここで迎えるキッカーは種田。昨シーズンも特徴的なガニ股打法で大活躍。キックベースでもあのガニ股打法が通用するのか。センターに上がったボールを稲葉がキャッチ。ランナーを返したいベイスターズ、門倉が三塁線を抜けるヒットを放ち早くもベイスターズ先制点を挙げる。それでもひらめきこの回なんとか1点に食い止めチェンジ。1回の裏首位につくベイスターズの布陣はこちら。そしてピッチャーは種田。ひらめきチーム先頭打者は宮迫。その初球種田の剛速球に足が出ない宮迫。2球目宮迫のヒット性の当たりを種田がファインプレー。一発出れば逆転のチャンス。ここで登場したのは昭和の怪物江川卓。マウンドだけではなく打者としてもその非凡さを見せた。17年ぶりに打席に立つ江川、どんな活躍を見せるのか。随分前に来るじゃないかよ。モノマネ軍団も江川の活躍を見守る。その初球昭和の怪物江川、まさかのチョロキックの二度打ち。2回ファールですよね。ファールですね。今ファールも足痛くした。痛めました足を痛めた江川の代打カバちゃんの内野ゴロでランナー山崎フォースアウト。さらにほとんど平凡なセンターフライでスリーアウトチェンジ。ひらめきチャンス生かせず。その後ベイスターズは打線が大爆発。
野球選手とは思えないキック力でホームランを連発。なんと10対0と大差をつけられ、最終回ひらめきんの攻撃。ワンアウトとなったところで、ここで仕事で遅れていたペナルティがようやく到着。すいません、遅くなりました。どうですか今。ちょうどいいところです今。あ、本当ですか。もうちょっと逆転できる時も来たからね。あ、本当ですか。もうね、はい、ね、はい、10対0。何しとさ0。ほとんどヒット打てない。頼むわ。1点でええねん。じゃあほんまに。ひらめきん1、運動能力の高いペナルティはサッカーの名門市立船橋高校出身、プロ並みのキック力を持つ2人に期待がかかる。果たして一矢報いることはできるのか。ここで代打はインターハイ優勝経験のあるペナルティヒデ。打球はセンター前へクリーンヒット。よっしゃ、ヒデ執念の出塁。ひらめきん魂。続く代打は国体優勝経験のあるワッキー。よし、代打の役目を果たすことができるのか。しかしサードの横を抜けたあたりもベイスターズの堅い守備に阻まれ、ヒデホースアウト。うわ、すげえ中途半端、ごめんなさい。最後一発ぐらい行きましょう。もう後がないひらめきん。続くキッカーは宮迫。よっしゃ、チャンスをつなぐことができるのか。宮迫。その初球、レフト線へ上がった打球はフェア。ん、ワッキーどうした。宮迫が長打を打つも、ワッキーが三塁に間に合わずゲームセット。なんで走ってないの。ツーアウトじゃん。なんでワッキー走ってないの。変わってもうたやんか。お、何してくれてんねん。もう絶対いけてたんじゃない。いや、いけてた。何せ野球のこと全然知らないもん。今日のまあ敗因は言いたくないけどワッキーだね。ちょっと待って、しょうがない。何のか。さすがは現役プロ野球選手。10対0と圧勝で横浜ベイスターズの勝利。プロの力を見せつけた。